はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今回は深闇呪文の新しい使い方をご紹介いたします。まずはですね、レイジを落としまして、そしてアチャクに対して深闇呪文スキルトの呪文を5発落として、こんな風にですねアチャクを処理していきました。なのでですね、スキルトの呪文そんなにですね使い道ないんじゃないかなって思われてたかもしれませんが、こんな風にですねアジャクイと対空砲を離した配置、これに対して結構使えるんじゃないのかなという見解が出ております。というわけで三田さんが検証してくれたわけなんですけれども、そうですね、やっぱり注意点としましては範囲攻撃ですね、アジャクイの近くにウィザータワーやあと迫撃砲がないような配置、そういった配置に結構使えるんじゃないのかなと思います。というわけでこんな風にですね、援軍に関してはラバルーンを出していきまして、そうですね、ラバー1体とあとバルーン数体を出していきまして、こんな風にヒーローで処理をしていきます。でしっかりと、処理を終えましたらですね、はい、ビビドラが頑張っているわけなんですけども、しっかりと処理し終えたら、ラバルーンを回していきます。そうですね、私ケイスケが以前動画にいたしました深闇呪文の使い方、これに関してですね、いろいろ言ってたら、やっぱりですね深闇呪文スケルトンの呪文なかなか使えるんじゃないのかなと思います。そしてスケルトンの呪文に関して、やっぱりですねメリットといえば、罠に引っかからない、そして援軍を釣らない、これがですねデメリットに思われるかもしれませんが、これがですね逆にメリットになっておりまして、非初見の攻めの場合ですと、例えば相手の援軍にラワーやあとゴーレムが入っていた場合、空に対してですね、攻撃できませんよね。なのでこんな風にですねスケルトンでアチャクイを処理して、であとはですねラバルーンを回していく、そういった攻め方ができるんじゃないのかなと思います。というわけでこんな風にですね10ラバ編成、あっという間にラバとバルーンが回っていきまして、で10ラバなのでやっぱりパピーの量すごい多いです。あっという間にですね施設をどんどん壊していきまして、残っている防衛室も、少ないですね、結構早い感じの、全開になっているのではないでしょうか。はい、こんな風にですね壊していきまして、三田さんが検証してくれました。はい、三田さんはですね本当に空軍がすごい上手くてですね、こんな風にフレンドチャレンジ、こちらでですねいろいろ検証してくれておりますので、本当に私ケイスケ助かっております。はい、三田さんありがとうございます。というわけでこんな感じでですね、全開を取ってくださいました。パピーの量がすごいですね。はい、こんな風に、前回撮ってくださいまして、三田さんお見事でございます。あ、最後、大工の小屋が残っておりまして、前回といった感じになっております。で、続いてですね、もう一度同じ配置に対して三田さん攻めてくれました。今度はですね、レイジを1発落として、今度スケルトンの呪文4発を落としていきます。はい、これでアチャクイを処理できるか、はい、処理することができました。なのでですね、今はですね、クロスボウと、あと大砲、アーチャータワー2つ。これぐらいの火力だったら、アーチャークイーンを処理することができる。これがですね、証明されました。なので、ここからですね、あとはもう同じような流れでございます。ラワとバルーンを出していきまして、相手の援軍を釣っていきます。はい、こんな風に釣っていきまして。で、今回はですね、さっきのリプレイと違うのは、アーチャークイーンを出して、相手の援軍を処理していくんですけども、はい、ベビドラが出てきました。ベビドラが出てきまして、この後ですね、援軍処理を行っていきます。そして、スケルトンの呪文を出しまして、で、スケルトンを盾にしつつ、アーチャークイーンで援軍処理、こういった使い方もできるんですね。なので皆様ぜひぜひ、参考にして、まあ、機会があれば使ってみてください。結構ですね、面白い攻め方、新しい攻め方なんじゃないのかなと、私、ケイスケは睨んでおります。というわけで、あとはですね、似たような、同じようなですね、ラバルーンの回し方で、ババキンですね。今回違うのはババキンの回し方ですね、使い方でございます。はい、こんな風にババキンで、外周施設を削っていきまして、どんどんラバとパピーを回していくみたいな感じでございます。というわけで今回はですね、深闇呪文の新しい使い方、こちらを、お送りしていきました。いかがだったでしょうか？結構ですね、新しい発見だったと私ケイスケは睨んでおります。はい、というわけで三田さん、もう本当に検証ありがとうございました。はい、施設も壊しまして。というわけで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。